人生一度きりだと思っているので、一度しかない人生はやりたくないことをやるよりやりたいことで生きていきたいっていうのは強く思って制作しています。紙造形作家の涼介です。自分が作っている作品は、紙造形になるんですけれども、1枚の紙を切り込みだけを入れて全てつなげた状態で制作するっていう技法で制作しています。作品を切り離さないということで、縁起の良さ、縁を切らないっていうので、干支のシリーズだったりっていうので、日本の縁起物をテーマに制作しています。大学3年生の時に卒業制作展というものがあって、自分がなぜここにいるのかっていうのを深く考えて、で自分の原点である折り紙から1枚の紙をつなげてものを作るっていう制作技法にたどり着きました。自分が作家活動を行っていく上で一番喜びを感じる瞬間は、自分の作品が出来上がった時に、この世にない新しいものが生まれたというか、そういう今までにない感覚を味わえる時が、言葉にできないような気持ちになる瞬間が一番の喜びですね。展示会で自分の作品を見ていただいた方に、この紙造形のジャンルは今までに見たことがないっていうのと、あとは日本でやるんじゃなくて世界でも挑戦できるよというのはよく言われます。日本の市場だけではなくて世界でも活躍していきたいと強く思っています。で自分がやっている、造形っていうのが、日本文化の折り紙をベースに、そういった文化を多くの方に知ってもらいたいと思っているので、海外のアート市場に挑戦していきたいと思っています。自分が作家活動を、行っていく上で最終の目標が、時代を超えて残るような作品を作りたい、強く思っていて、自分が死んだ後にでも残るというか、亡くなった後でも、その自分の作品を見て、自分がこの世にいなくても見る人にそういった感動を与えられるような作家になりたいと強く思っています。